言えるばダウンタイムっていうのはありません。その日のうちに目標して帰れます。そこが一番気になるところです。そこピンポイントでやってます。肌質が本当に綺麗になっていくんで、うん、噂のカナのマキエルです。アヤさんです。はい、ということで今日は2回目の IPL バーリIPL バリはですね、5回でワンクール。IPL バリだけではないんですけど、で今回はまあ IPL と他のマレーザー治療とどう違うのかとかも話しておりますので、最後まで見ていただければと思いますので、どうぞー。でもどうですかね、前回。1週間ぐらい。1週間ぐらいですね。ですかね。いや、もう、効果はあるなっていう感じの。なんか言ってましたよね、はい、この辺の。ちょっと浮いてる。ってその老人性色素斑みたいにすごい濃いシミがボツボツあるわけじゃなくて、なんかもわっとしたねシミが広い範囲に結構出てるんですよね。ちょこちょこちょこってちっちゃいのがあるので、うん、ここはなんかちょっと濃くなった気もするんですよね、うん、ここ特に。あ、そうです、はい、IPLっていうのが特にやっぱあやさんタイプのシミにはすごく有効です。シミの種類も本当いろんな入れられるんですよ。そばかすか、さっき言った老人斑とか、あと肝斑とかも入れられるんですけど、IPL はやっぱりこう光治療ということで幅広く少し浅めなんですよね。のとこなので濃いシミになるとやっぱ時間がかかるの で濃いシミだとやっぱあのピコレーザーとか、うん、そういったのの方が効果があるかなって感じです。前回も IPL バリ、光老化には光で治療ということで、まあ、やったんですけど、やっぱ5回くらいは必要なので今日2回目ということで、そうですね、はい、はい、やっていきますね。じゃあどうぞやってください。皆さんのお肌の旅をさせていただきます、うん、はい、これがどうなるか、はい、どうなるか、まあ、今日2回目なんですけど、本当でもね、肌綺麗ですね。ただ少しあの赤ら顔なんですよね。赤ら顔の原因の一つが、まあ、乾燥ですね。あとはあのやっぱ血流が良くないと、どうしてもそこに血液が溜まっちゃってこう赤くはなったりとかするんで、うん、やっぱ針と IPL っていうのはすごく効果が高いですね。目元ですね、うん、ちょっとあるのと、このフェイスラインのこの辺もちょっとあるんですよね。そうなんですよ、うんうんうん、そこが一番気になるところです。少しこの辺りがちょっと大きいかなって感じですね。この辺はそうそう、うん、乾燥してますね。今日ちょっとひどいんですよね。乾燥してますね。じゃあちょっとやっていきますね、はい、先に美容鍼灸からしていきます。どうですか、花粉の感じは。この間したので、はい、目の奥の痛み、うんうん、はない、うんうんうん、ないというか、うんうん、ひどくないんですよ本当に、うんうんうん、めっちゃそこは楽なんですよ。昨日なぜか左目からの涙が止まらない。あー、でもやっぱ花粉症のね影響もねありますよね。その日で症状がちょっと多少違うので何とも言えないんですけど、鼻はそこまでひどくない、うんうん、IPL、まあ、針もそうなんですけど、基本的にダウンタイム、まあ、いわゆるこう美容皮膚科とか美容外科さんとかで言われるダウンタイムっていうのがありません。なので、まあ、その日のうちにもう化粧して帰れます。まあ、これは私個人の話になるんですけど、綺麗になったのでお手入れした日は化粧したくないなって思ったりもするんですけど、うん、で特に IPL バリはあの、まあ、お化粧ができるっていうのもそうなんですけど、紫外線に当たるとちょっとあの反応して しやすくなってる状態にはなってるので、日焼け止めは必須ですね。あやさんみたいなタイプの濃くないシミがやっぱこうまだらにあって、それがやっぱ気になる方って結構多いんですよね。本当に IPL おすすめです。これがちょっと濃くなってしまって、大きな方もいらっしゃるじゃないですか。そういった方になるとちょっと IPL ではちょっと難しい可能性もあります。なのでそういった場合はやっぱピコレーザーとかも本当レーザーでするっていうのがいいかなと思います。でその場合はカナでは受けることができません。そのピコレーザーの機械は美容皮膚科にしかないの でただですね、レーザー治療でシミを取りすると、まずじゃあ何が違うのか IPLってとこなんですけど、機械の種類に今なるんですけど、波長ですね、そのレーザーの出す波長とパルス幅って言われるんですけど、幅が変わってきます。ちょっとこぼけますね、ごめんなさい。よいしょ、今日硬いですねここ、うん、うん、だいぶ響いてると思います。はい、来てます来てます
美容皮膚科さんとかでしか受けれないレーザーは刺激がその分強いです。濃いシミを取るっていう意味ではすごくこう効果なんですけども、刺激が強いものになるのでダウンタイムっていうのが発生します。でも大体調べても2週間ぐらいですかね、ちょっとお肌がヒリヒリするとかかさぶたになるっていう感じですね。正直ですね、 IPL もあやさんがさっき言ってくれてたんですけど、1回濃くなります。照射していくと大体 2、3回目、その人の肌質によっては1回照射しただけでも濃くなる方もいらっしゃいます。1回シミとかがねこう濃くなって、そこからですねポロッと取れちゃうんですよね。ほんと IPL バリに関して言えば基本的にはそのダウンタイムって呼ばれるものはないので、普段のメンテナンスとして取り入れていただくっていうのめちゃくちゃいいですね。やっぱね定期的にするとめちゃくちゃ違いますね。針打ち終わりました。今日はですね、ちょっと針多めです、はい、少ない本数でも引き上がったりお肌の、ね、アプローチできますし、その時とかその人の症状に合わせて針の本数は変わっていきます。むやみやたらに多ければいいってものでもないですし、今日もね、キコリーナちゃんをね、はい、使っていきます。でもあやさんですね、結構ね、フェイスラインはですね、キープできてます。うん、やっぱ最初はちょっと詰めてきていただくとより変化が分かりやすいかなと思います。じゃあ左から流していきます。はい、じゃあちょっとお時間置きます。今日お時間経ったんで針抜いていきます。大体ですね、まあ、IPL 針でも普通の美容鍼灸でもそうなんですけど、針を置く時間はまあ10分くらいですね。特に今やってる針とかは5分くらいでもしっかり効果が出るので、まあ、5分から10分ですね。長ければいいっていうものでもなくて、そしたらですね、照射、光照射していく前にですね、皮膚を保護していきます。ジェル抜いていきますね。これはですね、美容皮膚科さんだったりエステサロンさんだったり入れてる機械の種類にもよるんですけど、まあ、塗るとこもあったり塗らないとこもあるんですけど、やっぱりね、やけどのリスクとか考えると塗っておいた方がいいのかなと思います。じゃあジェル塗り終わったんです。光が目に入ると危ない、良くないので、ちょっと目隠ししていきます。ちょっとヒヤッとしますよ。はい。ヒヤッとはしないか。うん。ふふふふ。ということで、シフじゃない。ふふふ。ただ私もですね、サングラスつけてきます。今からですね、光照射していきます。光照射するときちょっと眩しくなりますので、視聴者の皆さんもちょっと画面見るのを気をつけてください。じゃあまずテスト照射からしていきます。どうですか？大丈夫です。はい、痛かったら言ってくださいね、途中でも、はい、大丈夫ですよ。ちょっとね、ここに大体2周光が終わりました。で、この後にやっぱちょっと気になるところがちょっと濃いところとかあるので、そこをピンポイントでやっていきます。はい、じゃあジェル拭き取っていきます。赤みもなんかなくなった感じありますね。さっきほどのなんかこうすごいほてった赤みっていうのはなくなりましたね。ただやっぱレーザーすると赤みは出ます、うん、あの IPL ですね、肌質にもよるんですけど、基本的にはダウンタイムがないんでそんな赤みがバーって残ることはないんですけど、人によってはちょっとその日赤みが残ったりとか、若干やっぱヒリヒリするっていうのがある方もいらっしゃいますね。今ヒリヒリ感ありますか？余韻が残ります。パチンの余韻ですね、うん、それぐらいですかね。ゴムを弾かれたり、うん、パチンって言うのね、それぐらいな。パフで拭き取っていきます。ジェル拭き取ったら本当透明です、うん、綺麗本当あのでも本当アイペリアっていくと肌質が本当に綺麗になっていくんで、うん、本当になんか定期的にずっと受けたいなって私個人的に思いますね。毛穴引き締まるので、すっぴんも違うんですけど、やっぱファンデのノリとかもね、うん、やっぱねお化粧のした感じとかも全然違いますよね、うん。2回目の IPL 針が終わりましたが、はい、どうですか？ありがとうございます。いやめっちゃ綺麗ですよねそのわかります、赤みが全然
赤目がですね、お手もやみたいになってたんですけどなくなりましたね。なくなりました。なんかこう自分でも分かります。なんかバーンってなってたのが、うん、なんか熱持ってましたもんね。こもってたんですけど、やっぱありして血流流して、うん、そこからやっぱ光照射してるんで、より表面的にも奥でも、うん、いろんな血流が今さーって流れてる。本当に、うん、ここ軽いんで私浮いてませんかね。ここだけここだけはい、ということでシミとかももう一回ぐらいするとやっぱちょっと濃くなってくると思います、うん、でその後にもうほんと薄くまたなってくるので楽しみです。いや楽しみです。ダッピが楽しみです。ダッピが、はい、ということでですね、今後もこういった施術ダッピを情報結果情報配信していきますので、よろしければチャンネル登録評価ボタンお願いします。ではまた次の動画でバイバーイ。目の奥の痛み、うんうん、頭痛なのか目痛なのか、うんうんうん、目の奥のね、そうそう自分で言って自分で